3月28日、時刻7時7分を回りました。本来ですと8時から始めている町つたなんですけども、まあ皆さん、上田市の方、ね、毎日23日から町の方で選挙活動が開始されているということで、ちょっと急遽時間早めまして、スタートしておしました。よろしくお願いします。で、私、ライブフォトグラファーのヤギと、ライブフォトグラファーっていう、ライブフォトグラファー、おー、そういう一応名前はあるんですよ、ライブフォトグラファー、ヤギと、マチスタの代表の鈴木さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、選挙ねどう、すごいたくさん出ましたね、市会議員37人、そのうち、ね、新人何人だから、22人が、うん、現職で、そうすると16、7人、うん、ちょっと待ってください。町つたにありましたね。町つたの、ね、ページである、ページ今日結構見られてるんですよね。そうですね、見てらっしゃる方多いので、町つたのページちょっと見ましょう。意外なこと言っちゃうと、そうですね、ちょっと待ってください。大変ですかね、個人名を出して、そうですね、言っちゃうと怒られるから。特設ページに行くとですね、一応もう、まあね、あの後で話しますけど、市長選の方で2人で、市議の方で現職が何人だ、1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22ですね、やっぱ22で37人だから15人新人が出てる。すごいですね。そのうち、ね、20代25代に被選挙権もらったすぐね、もう国が選挙に出ていいよと言った途端に、もう出た人が、選挙に出てくる人がいるっていう、ね、このそれがいいとか悪いとかっていう問題よりも、上田市をどうにか変えたいと、うん、昔いましたね、宮崎の方で、宮崎を何とかしなきゃいかん、いかんばい、ドキャン、ドキャンせなあかんっていうね、いましたね、上田をドキャンせなあかんって。かんっていう若い人たちが多いっていうことですよね。そうですよね。まあそういう声が出てるというね、うん、この昨今ですけども、その反面、うん、若い人に言う、若いやつらに何が分かるんだというね、経験もないのにとか、うん、よく、うん、あの市長選、あの今回よくね、選挙になると行政経験があるからとか、うん、中央との太いパイプがあるとか、うんうん、ね、その中央と太いパイプがあるから彼にお願いとかっていうようなことありますけど、うん、最初からずね、うん、中央に太いパイプがあって出てる、あのいる人がいたら会いたいんですけど、こっちも会いたいですね。ね、でもいないんだよね。いないですよね、実際のところ。そんなにそのいきなりね。そうです。政治家になったからといって、まあ、何も一番最初は全員ゼロじゃないですか。ゼロですよね。ゼロで、そういう選挙に出ていくにもかかわらず、パイプがあるっていうのは、逆におかん、そういう、そういうのを逆に教えてもらえるんじゃないですかね。行政経験がなきゃいけないって言ったら、うん、市の職員しか、そうなれない。なれないっていうことですよね。うん、ね、うん、まあ、そういうことは抜きにしても、よく あるのは、子育てをしたこともない若い人に子育ての政策ができるのかとか、ね、あの経験がない、若いものはいいけど経験が足りないとかって言うんだけど、まあ、その子育ての経験なくても子育て語ったっていいと思うんですよね。うん、中には友達がこういう苦労してるとか、はいはいはい、だからここは何とかしなきゃいかんとか、うん、ね、こういうふうにしてあげたら彼や彼女はもっと、うん、あの楽しく子育てできるんじゃないかとか、はいはいはい、ね、そういう意見は大事だと思うんですよね。そうですね、まあ、それといって女性議員が少ないっていうのも上田の特徴ですね。今回2人だけですね。2人ですね、まあ、女性議員2人だからお名前出しても特に問題ないですね。そうですね、池上さんと古市さん2人だけ、まあ、頑張って当選してもらいたいですよね。党派何問わず、うん、女性のこれだけ、うん、女性の社会進出しようとか男女雇用をして、ね、うん、やろうとか、はい、男女参画の都市を宣言してる上出して、はい、議会に女性議員がたった2人しかいないっていうのはどうなんでしょうかね。何か出られない理由があるんだろうかっていうのは
すごい感じちゃいますね。逆に感じますね。そう、ハードル高いのかなと、うん、だから今回の若い20代30代の議員ができるだけ多くの、はい、当選して、はい、そこら辺りの、そのハードルを下げてもらうっていうのはすごい大事なことですよね。そうですね。実際とこう、だから例えば、うん、今出てる、ね、あの選挙戦に出てる2人の女性の方が当選したとしても、30分の2だから15分の1なんですよね。そうそう、15分の1っていうことですよね、うん、意見とすると、ね、そう、意見としてそれになっちゃうから、だからもっとなんか、ね、あの上田市の条例で、うん、はい、ね、女性議員は5人いなきゃいけないとか、最低5人いなきゃいけないとかっていうことをぼちぼち決めてもいいような感じもしますけどね。そうですね。だから一時期合併した当初あったじゃないですか、ね、たけしの方で枠作って、向こうの方から1人2人で決めてって話あったじゃないですか、それと同じように上田市も女性議員を、ね、枠作って、そうそう、これだけっていう5人定とかね、6人とかっていう、うん、最低5人とかね。そうですよね、そういう形の方のが、あの男女平等じゃないんですけど、いいような気がするもんね。俺もいいと思います、うん、それ。だから投票権は1枚だけど、はい、なんだろう、ね、女性の上位5名は当選させてね、そうですね、男性は上位20、25人を当選させればいいわけですから、うん、そうですね、うん、それでいいと思うんですけどね、実際ぜひその女性議員、はい、ね、うん、には必ず勝って、その残り2人の方なので、はい、出てきてほしいなというふうに思いますよね。そうですね、まあ、党派とか会派問わずね、女性議員が少なすぎるっていうのは、うん、ちょっと上田のあれですよね。そうですね、もうこれだけね、あのいろんな社会に進出してて、もう管理職の方が結構いるという、この状況の中で、ね、2人しか出てないっていうのは、ちょっとある種問題じゃない、問題かなというふうに思いますね。でもそのことを問題にしない、うん、議会って一体何だろうと、ね、確か投票だし、はい、立候補するしないはあれだけども、女性議員が立ちやすいっていうね、うん、女性が立候補しやすい雰囲気を作ってあげるのも、そう、大事なことですよね。そうですね、だから、まあね、そういう、これからね、もう今回は、もうちょっと無理ですけど、ですけど、でもね、その4年後に向かって、そういうことをね、決めるじゃないですか、決めてもらって、ね、条例で決めていただくのもいいんじゃないのかなって思いますね、やっぱり。そうするともっと違う、かなという感じはしますけどね。そうですよね。ちょっと今日ね、昼間ちょっと池上さんでしたっけ、言ってましたね。いろいろ言ってましたけど、女性の声をね、そう、やっぱり市政に生かしてもらわないとね、やっぱり。男の目線よりもやっぱね、女性からの目線もやっぱ違います、ね、分かんないですよね、やっぱり、女性って大変だから、うん、女性って大変だからっていうとちょっと、変な言葉の意味になっちゃうといけないけど、はい、今日の新米にも書いてありましたね、はい、中野の方で、その、なんだ、思わない妊娠をどうするかとかっていうこと書いてあったし、それから、ね、結婚したけど子供できないって悩むのは男性より女性の方が多いだろうし、うん、それから今度ね、終われば更年期とかいろいろあって、そういうことの医療って上田どうなのかなっていう、女性の議員の声が大きければ、うん、もうちょっと違ってくるのかなっていう。そうですよね、もうちょっとなんか、何、いや、行きやすいとか、そうそう、参加しやすい形を取ってもらいたいっていう、ね、もう結局だから、もうそうやって住民たちの住んでる方々、住民たちの声を持っていける場所ですからね、その代表ですからね、だからあとは投票率をどのぐらいまで上げるかっていうことですよね、うん、そうですよね、この間の大阪で、ね、市長選挙みたいに、何 23% ってっていうより、そんなことで5億もお金使うな橋本っていう感じでしたけど、そうですよね、上田でそんなことにならないようにちょっとしてもらしいなと、これだけあれだから、ね、僕たちは投票率が低いと、やっぱ議員さんたちって次投票していった時に、うん、なんだ、自分たちの支持者のまた意見しか聞かなくなっちゃいますよね。ああ、そうですね、だから、なんだろう、
当選する前は支持者じゃない人たちと一生懸命話すけど、はい、当選しちゃうとどうしても支持者の前でしか演説したことがないとか、あそれから、普通の人は、うん、議員さんの話を聞くことがなくなっちゃうじゃないですか、うん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 、ね、だから、今度4月になって当選したら、はい、新人議員をここに一人ずつ呼んで、お話しする機会作りましょう。うん、あそうですね。もちろん新しい市長さんにも来ていただくし、うん、新しくなった新人さんには、はい、そうですね、経験のなくて、僕はこんなことをして4年間、機会通してしたいよとか、それから支持者というか、市民に対してこんなことを訴えていきたいって、うん、今の議員さんどっちかというと、市民じゃなく支持者に訴えてるのは、多分投票率が低いせいなんだと思う。60、50、これが70、80まで、70、80まで投票率上出しが上がっちゃったら、支持者じゃなくて一般市民に話しかけない限り当選できないってことになっちゃうんですよね。あ、そうですよね。結局、そう、支持者だけでは、当選できなくて、そうですね、票が足りなくなるから、うん、一般市民に、自分の支持者以外の人たちに話しかけて、支持者以外の人たちの話を聞いて行かなきゃいけないから、うん、だから何だろう、僕たちは有権者なんだけど、うん、投票率を低くすると無権者になっちゃう、権利がない人たちにみんななっちゃうんですよ、うんうんうん、そうすると何々先生の何講演会に入って、やっぱ意見言う、はい、でもそこでもまたこう古い人がこう序列があると、はい、なかなか入った人ばっかりがお前何言ってんだくらいの話になっちゃうと困る。だからこの間ほら、国会議員と語ろうって会やったのに、井出陽生さんと、はい、畑雄一郎さんが出てきてくれて、はい、支持者じゃない人の前で話をさせると、はい、あ、議員なんでこの人議員さん目指したんだろうとか、そういう話からしてくれるから、へーという、おーとか、へーと、お、井出君なんちゃう、井出君そうだったんだ、畑君そうだったんだってこう聞けるところで、うん、へーってなるし、普段このなんだろう選挙の時のえいえいおのとこで、質問ありますなんて手を挙げると、みんなからわっと見られるとちょっとわっと困るっていう恐縮になっちゃって、そうそうそう、おっとなる。だけどこう少ない人数でやるとみんな聞けるので、ぜひそのなんだ投票率を上げて、はい、議員さんたちをこっちを動かしたいねっていう、一般市民の方に、市民の方に、いつも選挙の時だけじゃなくて、ね、選挙の時じゃなくて、なんだ駅前でその演説をぶつだけじゃなくて、いつもそのなんだろう議員なんとか懇談会とか議会懇談会とか、はい、そんなわざわざそんな時じゃなくても、うん、ね、青柳ね、上田市会議員、うん、青柳がね、市民の人と話しする会とかって、うん、自分でやって、全然自分の選挙区とは関係、選挙とか地元とは関係ないところでやってるのは、うん、すごい僕いいような気がするんだよね。そうですよね、だから特に今回、まあ、特にそうなんですけど、実際のところ自分住んでるところが旧丸子の長瀬なんですけど、そこから一人の方、長瀬垂れてて久保田さん、おうおう、出ては行ってはいるんですけど、で意外とねうちにいたりとかしても選挙カーが全く今回静かだねって。あ、生瀬は静かなんだ。すごくなんか静かだねって親も言ってます。今年静かだねって、出てきたって言うと、うん、3人ぐらい来るか来ないか、これだけ出てる3人しか来ないのみたいな、うん、もしだからそういう今の話でしょ。だから確かにね、自分の地盤を回るのも重要かもしれないけど、他の地区に行ってない人が多分いると思うんですよ。そうそうそう、中にはだから普段から、もうその議員は誰かに拘束される立場じゃないから、うん、だから一人でどこでやってもいいのに、わざわざなんかみんなで横並びになって、議会懇談会の時相手のところに地区に行って、うん、そういうことやっちゃいけないとかじゃなくて、そういうことをどんどんその若者の語る会とかって自分たちでどんどんそう積極的にこうやっててほしいなと思いますよね。そうですね、実際のところそうですよね、だからそうしないとあくまでも当選して、確かにその、ね、市議会議員になったとしても、確かに地区の方からね要所される部分はあるけれど、一応だから市全体を見なきゃいけないわけですからね。そうそう、全体を見なきゃいけない人だから、
だからさ、少しなんだろう、その投票率をみんなで上げて、うん、議員さんたちに、おちょっと違うぞ、違ってきたぞ、上田の市民はっていうふうに、うんうん、ね、合併10年を検証するとかこうどっかに書いてあったけど、はい、そんなもん検証しなくてもいいから、そうそうそう、ぜひその議員さんみんなで、うん、投票率を上げようとか、うん、ぜひ投票に行ってくださいくらいのことをきちんと訴えてほしいなと思うね。そうですね、うん、何々にすね、個人名出すとちょっといけないから、ええ、青柳に1票とか鈴木にぜひ1票をくださいとかっていうんじゃなくて、ええ、少しなんか、きちんとした、そのことをなんとかしてほしいなと思いますね。ね、確かにね、いろいろと結構行ってまいりましたとかって書いてあるね、もう投票行ってきた、期日前投票、ね、期日前投票にも行ってきましたっていう方だいぶ いましたね。で今ですね、そのそこ の大手町、大手町の選挙事務所で、アルバイトしてる、まあ後で8時終わったらここのスタジオ来てくれるっていうんで、その新大戦の子来るので、うん、来たらどんな感じかっていうのをちょっと聞いてみたいんですよ。だって一樹ちゃん、あ、極秘だから、うん、たくさん来てますか、たくさん来てるか来てないかとか、そうそう、誰来たなんて聞いちゃいけない、聞かないですよ、知ってる人たくさん来た言わないですけど、とりあえずだからどうなのかと、そうそうそう、うん、来てるのか来てないのかをちょっと聞いてみたいな、そうそう、期日前投票に大勢来てるのか来てないのかね、それから投票、まあ、投票率も、まあ、当日最後になってみなきゃ分かんないけど、せめてなんか、60% 以上 70% ぐらいまでにはもう皆さんの協力で何とかしてもしてほしいなと思いますね、うん、そうですね、もうとにかく投票率上げないことにはね、民意反映されませんからね。でいろんなところでね、見ていくと、その行っても何も変わらないじゃないかっていう若者多いんですけど、逆に行かなきゃ変わらないわけですから、そう行かなきゃ変わらないし、うん、行って白票でも僕はいいと思うの、うん、分かんない、そうそう、分かんないっていう、はい、僕は入れる人いないっていう白票でもいいけど、行くことによって投票率を上げると、はいね、投票率は 80% だったけど、うんね、白票たくさんあったよって言えば、そうですね、うん、でよく投票率上げるにはよくその なんか上げた方がいいとか、うん、そういうふうに言うけど、それはちょっと無駄だよね。そうですね。うん。それともうちょっとなんだろう、選挙か、はい、ぐるぐる回すのも大事だけど、その市で公設の討論会をどんどんやってほしいなと思いますよね。はい、うん、全くだから討論会もなく、ただ普通にそうぐるぐるぐる回ってるだから、うん、聞くことがないから、うん、そのなんだろう。どこどことどこ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 と毎晩やって、その37人のうち誰が何人か分かんないけど、そうやってこのやってあげればいいと思うんだよね。そうです、場所だけ提供してあげればいいですね、うん、場所と環境だけ。そうだ、実際のとこそうですよ。だから例えば今回37人出てるけど、全てのこれ多分全員 そのマニフェストをまず集めたりとか、その全員の意見を聞いた人でまずいないと思います。そうそう、聞きたいけど聞けないっていうか、そうですね、ちょっと37人いたら、多分選択してるところが結局自分の知ってる人だったりとか、その知ってるっていうのは地区から出てるとか、そのぐらいはあると思うんですけど、それ以上は多分ないと思うんですよ、今現状で。そうですね、だからそれはやっぱりね、まあ、うちの方でもちょっといろいろと投げかけては見たんですけど、ちょっとまあ、ちょっとね、先月の大雪があったことで、ちょっとさすがにね、いろいろと返事も来なかった方もいらっしゃいますけど、できればもういろんなところで、ね、集まっていただいて、討論会みたいな、あれじゃないですか、外国記者クラブみたいな、ああいうところでね、ちょっとね、そう、ああいう形でやっていただきたいな、そうそう、だから現職22人と新人、うん、15人のそれぞれの訴えをちょっと聞く会とかっていう、はい、そうですね、やりたいですね、やりたい、もうちょっと遅いけどね、まあ、そうですね、だからやってもらいたいんですよね、だから我々こうやってメディアで使ってはいますけど、そうじゃなくて選挙管理事務所が手振って、だから例えば初日のだから終わりじゃないですか、初日だから8時までだから、その間でだから最後2時間だけここに来てと、まず現職来てもらって、次の日新人来てもらうような形で討論会というのをやってもらっても、そうですね、全部自分の考えをね、うん、そう考え聞きたいんですね、やっぱり、
それと行政チャンネルってあるんだよね。はい、ありますあります。あれ使ってほしいと思うよ、こういう時。そうですね、そう、行政チャンネルに政見放送あってもいいと思うんだよ。そうですよね、あれ、うん、やってもいいですよね。そうそう、やってもいいと思うんだよ、うん、だって国でやってることは、うん、なんだ、ケーブルビジョン、上田市ケーブルビジョン、うん、丸子ケーブルビジョンで、うん、まあ、確かにケーブルビジョン入ってない人も、うん、見れない人もいるかもしれないけど、でもそんなこと考えたら何もできなくなっちゃうから、そうそうそう、ケーブルビジョンでせめて、うん、時間決めて、政見放送ね、録画して流してほしいよね。そうです ね、まあ、その辺やってもらった方が ね、ね、上田市市会議員の政見放送ですね、うんうんうん、青柳、そう、俺が、ね、立候補者とか、うんうん、鈴木立候補者の、うん、政見をお届けしますって言って、うん、だってそんなに難しいことじゃないから、うん、ビデオ撮っといて立候補した順番にずっと流していけばいいわじゃん。ポスター貼りの順番と一緒に。あの順番でね。そうそうそう。そうすれば順番的なことは別にね、問題ないわけだし、時間も、ね、同じ時間区切って同じ質問すればいいわけですから。そうそうそう、で、事前に、はい、立候補の3月で、今回3月14日に、うん、はい、そのなんか書類の審査があったから、そこで候補するって言ったら、はい、ビデオ撮りしちゃえばいいと思うんだよね、前もってね。あ、そうですね。もうそんな難しいことじゃないから、うん、でもそういうふうにやってみんな流していかないと、なかなかその分かるってことないですよ。そうですね、うん、だから聞いた話によると、普通ね、だから選挙やると選挙カーで演説とかいろんな場所行ってるっていうのはよく聞くんですけど、なんか小耳に挟んだ話で誰だか分からないんですけど、なんか何スピーカーみたいなあれ持って、なんか歩いて、ずっと歩いて一人でやってる方もなんか中にはいるんだ、うん、っていう話を聞きましたけど、まあ、それはそれぞれの選挙の進め方だから、うん、いいけど、初日大変らしいんですね、ポスター貼り。そう、ポスター貼りが。ポスター貼りね。そうなんですよ。あれ、まあ、以前昔、丸子だった頃に選挙、うん、貼ったことあるんですけど、やたら貼ってあるんですよ。いろんなところあるんですよ。うん、そうそう、丸子のだけでも大変なのに、丸子でしょ、たけしでしょ、上田でちょっと野田にとって。すごい大変なことある。そう、あるよ。そう。で、上田の中で一体あれが何枚あるの、何箇所ね。数えたくないですよ、ね。だからそれをなんかいっぺんにみんなで貼るためにボランティアを出してっていうんだったら、うん、ええ、それを管理してる自治会にあらかじめ立候補する人のポスター、うん、みんな持ってって、何月何日に一斉にみんな貼ってくださいじゃいけないのかなっていう。そうですよね、あれ大変です、うん、あれ大変ですね。まあ、それも選挙事務所の、ええ、なんだろう、力だとか候補者の力とかっていうことを表す一つのことなんだけど、さすがにその最後になってもう貼られてない場所って一人出てきたら、それはすごい大変だよなって、あれもう見てて毎月毎回初日大変だよなってみんな待ってて、なんだ、立候補者届け出順をくじ引きする、くじ引きを引いて、その何番ってやると、それがね、何番になりましたって言ってみんなでこう動くわけよね。あれは大変だなと思う。でもまあ、それも一つのそのなんだ、当選したいっていう意気込みを示す大事なことかもしれないですね。そうですよ。だけどあれは大変ですよ、本当に。もうだって言われてから番号を聞いて、それで、まあ、電話、今ね、携帯あるから携帯で事務所電話して、そこからもう飛び立って貼ってもらうわけじゃないですか。大変ですよあれ。そうですね、事務所行くったって。だから今度はその今回の選挙は22人と15人、はい、両方で37人で、はい、そのうち30人しか受からないわけだから、当選しないわけだから、はいはい、そのどういうふうにみんなその自分の、ね、考え方を訴えさせていくかっていうのはすごい大事なことだと思うんですよね。それとそれをどう聞くかっていう方もね、うん、ぜひそのね、いつもこの地区は何々の先生だから、うん、この地区は何とかだからとか、あいつは若いからとか、あいつは年寄りだからっていうことだけではなくてね、うん、ちょっと聞いて少しみんなで考える、いい時期かもしれないですね。そうですね、もう、まあ、これだけ大きくなっちゃえばね、うん、ちょっとね、自治会だけの力で出れる、勝てるような選挙じゃなくなって、うん、なくなってきてるし、それともう一つは合併して10年経って、うん、投票率がいつも 60% ぐらいで、うん、ね、
ああどうするんだろうっていう話になっちゃうから、うんうん、ちょっとみんなでちょっと選挙、今回選挙頑張ってほしいなと思いますよね、市会議員のね。そうですね。そう、候補者もそうだけど、うん、投票に行く、そうそう、あの一般市民の人たちも頑張ってほしいなと思いますね。そうですよね、本当に市民の。じゃあ今度話を変えて、ね、市長選にしますね。はい、で今度その、マニフェストがお二人から出てるんですね。はい、じゃあ最初にマニフェストを移しますね。はいはい、届け出順にね、届け出順に、まず金井忠一さんのこう、マニフェストから。見えますかね。ちょっと見づらいけど、これ今日、先ほど選挙事務所に行ってもらってきたやつ。はい、ね。マニフェストですよ。マニフェストですね。で裏はたくさん書いてある、うん、ちょっと見えないんですけどね、これ、ね、見えづらいんですけど、ね、それからあとこっちが茂田井、届け出順2番の茂田井さんのね、茂田井さんのじゃですね、はい、時間あこのくらいですね、ちゃんと正確にやるんでしょうね。ですね、はい、こっちがそんな感じですね。はいはい、じゃあそのね、そう2つ、まあ、あの現職と新人の戦いだって言われてますけど、はい、金井さんの方はもう、長年、はい、市の職員をやって、はい、その後、市会議員をやられた方だから、うん、もうその、素人とか新人とかっていうところを抜けてきてる人ですよね。そうですね、もうあのいろいろことが、それから、もう茂田井さんの方は、はい、もう皆さん知っている通りに、10人あの合併前が1期、はい、それから合併後が2期だから、はい、都合12年、うん、上田市政で、新しい上田市になってからは8年やってる市長ですよね。だからもうあのお互い、公約とかマニフェストって具体的でなければこういけないわけですよね。もうできそうっていうか、もう当選した次の日はこのことやるよっていうところじゃないとね。そうですね。それからまあよく、言われるのは、今回の市長選って争点ないよねっていう。そうね、うん、争点ないよねっていうのは争う点がないよねっていう、うん、前回の市長選挙だったと、ね、だからあの文化施設を、はいはい、作っていいのか悪いのかっていうね、それが争点で、まあ、あのどうなんでしょうかっていう、今回は争点がないよっていうけど、うん、結構たくさん争点があると思うんですよね、今度ね、はい、まずその福祉で言えば、これから高齢化ね、はい、社会、上田市って結構高齢化社会進んでる方ですよね。そうですね。その中の福祉政策っていう、例えば国民健康保険の保険料がどんどん上がっていっちゃう、はい、ね、でお年寄りは医療がこれから国の政策で1割負担が2割負担になるっていうね、うんうん、それから介護保険料も上がるっていうね、はい、そうするとそれって払ってくるのは国保料で払っていかなきゃいけない、うん、払う人が増えれば、掛け金も多くなる、増えるってことですよね、うん、だからそこらあたりの問題もありますよね。だからそれから、年寄り増えるばっかりで、働いて税金払ってくれる、お金を使ってくれる若い人たちが上田に定住しなければ、俺何もできないわけですよね、うん、福祉政策も何も、うんうん、だからそこら辺りに若者が定住するための、はい、施策はどうなってるんだろうかと、うん、それからもちろん焼却所の問題もありますよね、そうですよね、もうあの耐用年数が、うん、あの切れかかっている今の焼却施設から新しい焼却施設をどうしようかっていうのは、うん、なんか今焼却施設だけのことが話になってるけど、うん、実際上田のゴミをどうしようっていう話なんですよね、うん、あ上田のゴミを上田市民はみんなどうすればいいんだろうかっていう、うんうん、どっかの国みたいに、うん、焼却する人たちが巣として、うん、あの町にゴミが溢れてる、はい、変なのじゃないけど燃やせなくなっちゃった時に、うん、ゴミが溢れてそこら辺りにゴミがこうわーって山積みになってるのが上田市としていいのか、うん、それから、焼却施設をどっか作らなきゃいけないね、うん、みんな出すゴミはねどっかで何とかしなきゃいけないけど、そのゴミの始末をどうしようかっていうことですよね。そうそう、ゴミの問題なんか、そうですね、生活していけば必ずそれにはぶつかるわけですからね、そうですね。だからそれとそのあと
そのお年寄りがどんどん増えてくる、お年寄りももちろん亡くなってく、はい、そうすると空き家も増えてくる、はい、ね、その空き家の施策もどうしようかと、うん、空き家を空いたままにするのか、若い人たちに住まわせてくれないと、うん、自治会ってお年寄りばっかりになっちゃうし、そうですね、団地の抱えるところだったら団地、うん、お年寄りばっかりになっちゃうしっていう、そのいろいろ施策があると思うんですよね。そうですね、そういうそのことをみんなでその考えて議論するっていうところがなんかちょっと少なかったですよね、うん、だからこの金井忠一さんのやつちょっと読んでみましょうかね、はい、上田市長選挙公あの政策確保した公約、はい、一番は安心して暮らせる福祉医療の充実した姿勢を目指します。2番は、はい、教育の充実と子育て支援を強めます。3番地域産業の活性化を目指し、商業、農林業に力を入れます。4番、環境を守り、再生可能エネルギーの活用に力を入れます。5番が災害に強いまちづくりを進めます。6番が憲法を守り、人権、平和行政を推進します。7番、職員に力を発揮した市政運営を行います。これが、金井忠一さんの、選挙公約ですね、はい、ざっくりしたっていうか大きい題目だけですね、うん、じゃあ、今度2番届け出順の2番目の茂谷、さんさんのね、はい、大きいざっくりしたところでいきましょうかね、はいはい、1番は地域経営の政策テーマ、うん、1番産業元気都市づくりかっこものづくりの視点から、はい、2番は生活快適都市かっこ健康元気都市づくりまちづくりの視点から、うん、それから私よく分かんないのね、うん、いやこの大きいのってね、はい、ですから1番は産業が健康で元気な町、うん、それから2番地域が健康で元気な町、うん、3番人が元気で元気な町、うん、4番安全で安心そして快適な街、5番が上田を支える人材が育つ街、5番にぎわいと交流の街、それから、行政経営の政策テーマ行政サービスの改革、それから2番財政基盤の改革、3番経営体制の改革、こんなざっくりとしたところのお互いだけど、うん、なんか見るとやっぱ似てますねということですね、うん、そこのこの違いの争点ってどこにあるんでしょうかっていうところなんだけど、うん、どこにあるんでしょうかね、今こう読んだだけじゃなかなかちょっと分かんない、なかなか分かんないですね、うん、この例えば地域医療で言えば、金井忠一さんの方が平成25年度末で終了する上昇医療圏地域再生地域医療再生計画の中で継続的に行う予定の事業を積極的に推進しますと、うん、国立病院機構信州上田医療センターのさらなる体制強化に努めますと、うん、ね、これあたり茂谷さんのところでいくとどこになるんでしょうね、どこなんですかね、地域経営病院かね、安全で安心違いますね、うん、福祉、うん、ないよ、ないんですか、読み落としたなんていうとちょっと後で問題になりそうですね、健康、ありましたね、安心して暮らせるための地域医療再生のさらなる取り組み強化ですね、救急医療体制のさらなる充実、一律産婦人科病院信州医療健康センターの医師医療センターの医師等の安定的な確保とかって書いてあるから、はい、まあ中で似たようなものですね、はい、これね、そうですね、これあたりが似たような、はい、とこですね、争点ってこのなかなかこう違いってここが違うよっていうところはなかなかこう見つけにくい、うん、マニフェスト同士のあれになってますけど、うん、両候補がこのお互いに、はい、僕たちはこんな
町を目指しますよっていう、その今回、うん、初めてなんだ、お互いの公開討論会が、うんうん、市長選で開かれてないんですよね。そうなんですよ。なんででしょうねっていう、どっちがどうこうっていうことはよくわからないんだけど、うんうん、ぜひやってほしかったなと思いますよね。そうですね。だから、でこの間ちょっと片方の議員さんの方の、演説会ってわけじゃないんですけど、演説会じゃないね、うん、なんて言えばいいの、我々が訴えたいことじゃないんですけど、聞きたいことだ、聞きたいことだね。その会に行ってきて聞いてきましたけど、なんか聞いてる自分たちがパッとしないというか、聞いてて、でこの先ね、オブラートに包まれたような感じで大きいものは言われるんだけど、目に見えてすぐポッてすぐ変わるじゃないけど、起こすことがなんか分からないみたいな、あのなんだろう、こう聞いてて、あこういうことなのかとね、うんうん、あ こんなものがこの人目指してるんだとかっていうのが、うん、なんかよく分からなかった。それは多分どっちも同じだと思うんだよね、だからかもしれませんけど、全、まあね、そういう状況下ですけど、今で、でもうあと今日が金曜日ですから、今日金曜日だから、ぜひこの、私どもどっちっていうわけにいかないので、はい、このまず金井忠一さんの、もうちょっと前もってたの、選挙公約とそのマニフェストと、それからモタイさんの、マニフェスト、これ、両方ともあの議会、あの事務局、事務所、議会選挙事務所ね、選挙事務所に行くともらえますので、ぜひもらって読んでください。金井忠一さんが原町の平林堂の 前、それからモタイさんが、産業道路の、あの河原柳の駅を過ぎた、本田の前あたりですよね。そうですよね。あのぜひ行ってあのくださいって言うとあのくれます。もう心よくくれますんで。くれます。あの、とこも心よくくれますので、あのぜひ行ってもらってきてちょっと読んでみてください。でこれ皆さんがたくさんもらいに行けば、うん、あのどちらのせあの方が当選するかわからないですけど、結構あ。ね、多くの市民がこれもらってっちゃったよな、うん、というのは大事な圧力になりますので、す、ね、それとぜひ次に意見を聞いてもらいたいなっていうことになりますので、そうですね、ぜひぜひそのというのが、後々ね、まあ、そう後々違うかなという、そうだから今回例えばもらっておいて、当選した議員のやつ取っといて、で4年後またもし出るとしたら、そこでまた見てみるのも面白いかなって、そうそう、2年ぐらい経って、うん、ね、マニフェスト出して、そう、変わったかい、そうそう、議員変わったかい、うん、市長あなたの約束したことはどのくらいできてるのっていうふうに聞いてみるのも面白いかもしれないですね、チェックしないと、チェックするのもね、やっぱり我々自体も必要だと思うので、あんまりもらいに行かないと、まああのね、どっかの総理大臣みたいに、公約破って何悪いっていうぐらいなことを平気で言っちゃう方もいらっしゃいますからね、ぜひですね、選挙あさってね、あさって選挙行ってくださいよ、必ず ね、 必ずね、まず投票率を上げましょう、上げましょう、投票率を 70% を目指してちょっとみんなで頑張ってやりましょう、ね、ぜひ行ってくださいね。でちょっと話あの同じような話なんですけど、はい、どこの国かちょっと覚えてないんですけど、どこかの国は選挙に行かないと罰則になるとかっていう国あるじゃないですか、あぜひ入れてもらいたいと思うんですよ、でもほら選挙の投票率ってこの間青木村の選挙やったんですけど、だって 80% ぐらいだったでしょ、あそうですね、 80% の人が選挙に行ったらこれすごいと思うんですよ、逆にね、逆に、だからそういうことも考えてみると、ね、やっぱ選挙には行かなきゃいけないんですよね、選挙行ってくださいね、選挙行かないとね、ぜひあのなんだ子供とどっかへ出かける前に、子供をあの投票所に連れてっちゃいけないなんて、あそこ未成年は入っちゃいけないっていうところじゃありませんので、ぜひ子供連れてあの選挙行って、ね、あの選挙って何だろうって見せてあげてください、ね、まあ、そうですね、見せるのが一番ですね、こんな大勢の人が立候補してっていう、上田を変えようとか上田を何とかしようとかってしてるところですよね、そうですね、もう今ね市会議員になったところでお給料そんな高くないし、その何だろう、そんな利権があるようには僕には見えないんだけどね、上田市議あたりじゃ、そうですね、まあね、国会議員になっても、
ね、総理大臣にも なってもなんか総理大臣になってもね、なんかあの苦労は大変でお腹痛くて辞めちゃった人もいたし、ありましたね。でまた最近ねいい薬ができたからってこう、そうそう、治りました、治ったっていう人もいるし、ね、大変だなと、激務なんだろうなというふうにね、うん、そうですね。ぜひあの選挙に行ってください、はい、まあ、そういうこと、ちゃんと行ってくださいね、行ってください、はい、ぜひよろしくお願いします。ということでちょっとですね、あの間を挟むようにちょっと1曲だけ、ここでまず1曲ね聴いていただきたい曲は、イヤニちゃん歌ってるのか、私歌ってません。あの長野で活動してますエイト山崎っていう女性の、エイト山崎って、俺エイト山ヤニって見えたから、いやいやヤニ、エイト山崎っていう、ね、だいぶフォトグラファーからだいぶミュージシャンって名前変えたのなないですけど、あのそのエイト山崎の、あの面白い曲じゃないんですけど、月火水木金土日、月火水木金土日って曲があるんですよ。本当に昔そんなのだった、月火水木金金っていう、ね、うん、そういう曲がね今あるんですけど、はい、この曲をね聴いていただきたいと思います、はいはい、そうすると8時になるかな、そうですね。
ていただいたのはエイト山崎で月火す月、うん、日月火水木金土日でした。いかがだったでしょうかということなんですけど、ちょっと何操作をですね見ながらやっているので、なかなかねうまく操作できてないので本当に申し訳ないねと思っております。申し訳ございませんということで、選挙にね先ほどまで鈴木さんに来ていただきまして、また来るのかな、ちょっとまだ分かんないんですけど、また来ていただいてまたいろいろと話をしようかなと思ってはいるんですけれども、皆さん選挙行ってくださいね、ぜひ。それでこのスタジオで放送してまして、前の放送の時に話はしたと思うんですけども、スタジオの場所を移転するという話なんですけども、実は今日そちらのですね、そこのですね新しい場所、まあどこでしたっけ、そこ、どこでしたっけ、中央2丁目の交差点、セブンイレブンさんだったり、まあ、昔はね上田に1個しかないスクランブル交差点と言われてた場所なんですけど、そこのようにどこでしたっけ、ひもへいさんか、フルーツ屋さんのひもへいさんの隣にですね空き店舗が1つありまして、ちょっとちっちゃいんですけど空き店舗がありまして、そこを我々とアウトドアビジターセンターの面々で共同で使うという話になってまして、こちらの方に転するわけなんですけども、ちょっとですね行きまして、ちょっといろいろとまだ、まあ、今日の午前中からちょっと荷物、そこにある荷物をですね出しまして、これからまたそちらの方ですぐここにある機材を持って行って放送したいんですけど、ちょっといろいろとですね諸事情がありまして、すぐは行かれないと、ちょっとすぐ行かれないと、ちょっとまず4月の中旬ぐらいまでにはちょっとですねちゃんときれいにしたい。であと今までこの放送を今見てもらってる方、もしくはYouTube だったりで見てもらってる方々なんですけども、なんて言えばいいの、スタジオに来ないと見れないっていう現状、あともう要するにその PC ね、パソコン見なきゃ見れないという状況なんですけれども、そうではなくて要するに通りでやってるところを見えるようにしますので、その準備ということでね行きますんで、まあそういうことでちょっとですねこれからやっていくので、ありがとうございます。鼻水垂らした人のズルズルズルした人が聞きながらのね放送もねちょっとね、何の話をしてたんですか、場所の移転の話を、その移転の話をね、ちょっとまだちょっとね今掃除しまして、で4月の中旬ぐらいでいいんですね、中旬くらいですね、中旬ぐらいにはオープン向こうの方で放送始めますんで、その時はぜひですね通りから見れるようになりますんで、ぜひ来ていただいて見ることできますんで、ぜひ遊びに来てください。であと今この放送実際のところ月曜日のトンカラさんと今金曜、今日の金曜日の町下なんですけども、まあ、月曜日はトンカラさんやるのでそちらはお任せするんですけど、月曜日、火水木金曜日もう平日の夕方は必ず行って放送します。私が責任持って番組決まればそちらの方にお渡しはするんですけども、とりあえず、ね、私の方でそうマイクに向かってなんか喋ってもらって喋りますね、もういろいろ喋ります。ネタ切れちゃった、ネタ切れないように収集しながらやっていこうと思うんですけどね、あとまあいろんなところでね、情報を錯綜していろいろ出てはいるんですけど、何が出てるの、いろんなものやっぱりだからネットじゃなくて、どんな情報が出てるの、だから例えばそういう情報にちょっと一つずつお答えしていきましょうそうですね、今だからパッとヤフーですか、ヤフーさんの見ると、プロ野球開幕したとか、あとあなんだそっちの話か、そうそう、松下のいらぬ噂がいろいろ出てるっていう、うん、そういう話じゃないの、そういうその何マスメディアが報道することじゃなくて、できればそう上田で今日何があったとかっていう情報を、情報欲しいですね、情報したいのを集めたいので、ちょっとこれから情報収集の形をちょっと考えながら作っていきたいなと思ってますんで、まあ、あと、いつでしたっけ、先月の大雪の時に私呼びかけまして、一応
ツイッターでは。ツイッター集まったの？ツイッターでどうやったらですね、結構集まったんですよ。そう、じゃあ今度そういうことも、今日上田で何あったって、あなたの周りで何ありましたって、ちょっとみんなにこう呼びかけて、うん、毎日ちょっとね、呼びかけて、こんなことありましたっていうのをちょっと、うちの月下美人が今日咲きましたとかね、それでいいそういう写真を載っけていただければね、それはこちらのフォローしてきます、そしたら写真載せてね、まあ、うちの名前はね、個人名は出さないからね、ハンドルネームで、ね。みんなハンドルネーム、ヤギ1、ヤギ2でもいいじゃん。あ、そうそうそう。ね、なんかね、今日も、あ、今日何、桜咲いてんの？違う、あのね、上田城は咲いてないんですけど、ちょっと聞いた話によると、あの中央公民館、ああ、図書館のところね、そうそう、図書館のところが、ね、開花、あの、なんだ、開花木っていうの、うん、上田の、一番早い。そうそうそう、なんだ、露頭桜とかなんかっていう、うん、そうそうそう、あれ咲いたそうですけど、お、すごい。聞いたら、なんか咲いてるよとかって言うから、え、そんなの咲いてんのって言ったら、もう咲いてるっていう話を。あ、じゃあ明日歩いて僕行きますよ。グッドモーニング上田。あ、グッドモーニング上田。明日あれ行きましょう。あれね、あの団体の大勢の人がね、あの、いいね、いいねをしてくれるとね、毎日ね、なんかどっかに写真撮ってね、載せなきゃいけない。あ、今日はもう困ってたから、あのね、やる子はやっちゃいけないけど、あの、ね、こんな新しい道を作ってますって書いてあって、柵もみんなこう、うん、何もしてないから、入ってって写真撮ってきたんですよ。あれどこですか？あれは今度あのアリオの向こう側に向ける道路、新しい。そうそうそう、あそこの新しい道を作ってる。あのアリオさんからずっと。そうそう、こっちへ、公園の方、こっちに抜けてくるね。あそこね、まあ、踏切みたいになるのかなと、下掘ってるのかなと思って、掘ってたら、今ほら、信濃鉄道って1時間に1本あるかないかじゃん、はいはい、だったら踏切でも十分かなっていうところでしょう、きっと。でしょうね。なんかいろいろ話はあったんですよ、あれ、あのその先に玉姫殿、うん、玉姫殿のところに踏切あるじゃないですか、あれ、踏切と踏切の間隔って、基本的に決まってるんですよね、どのくらい開けなきゃいけないとかって。だからそっちが出来上がったら向こうの踏切閉鎖しちゃうんじゃないかっていう。だって踏切だって同じに閉まるわけだから、うん、あの距離だと別にいいじゃん。ね、だからそんな話もちょっといろいろと、あの踏切なくなるとすごい生活に困るんだけど。あれ生活道路ですもんね。生活道路だってあるよ。あれが一番いいのは、あるよ行くに今まで映画館って車で行かなきゃいけなかったわけですよ。上田演劇にしてもどこにしても、まあ、他の人はそうですけど、僕は近くに住んでるから、うん、だからね、歩いてちょうど1キロなんですよ、アリオまで。そうそう、ね、映画見た後ね、ビール一杯飲んで帰ってこれるわけですよ。あ、そうなん、最近ね、映画見ました、最近ね。最近ってないんですよ。最近あれを見たんですよ、ウォルト・ディズニーの約束。おお、はね、最初のうちはね、よくわからなかったの、はい、でもね、物語進んでくると、あのメリーポピンズの作者の物語、うん、あのが子供の時にどういうことがあったのかとか、うん、そういう話をこうなんだろう、回想的にどん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 その話の時にたんびにメリーポピンズのね、そのなんだ、家政婦さん、こっちで家政婦さんなのか、うん、メイドさんなのかちょっとよくわからないけど、そういう人のこう、ね、物語、お父さんとの物語を聞くと、あのね、最後ね、やっぱね、涙が出てちゃうんだ、あれ。あのね、あの、なんだろう、作者に、と、その、あ、ウォルト・ディズニーいいやつじゃん、お前はってこう思っちゃうわけですよ。ね、彼女は、最後分かって、最終的に分かってくれなかったと思って、飛行機に乗って帰っちゃうわけですよね。うん、それをウォルト・ディズニーは、その後の飛行機ですぐ彼女を追っかけるわ。で彼女はロンドンのうちに着いて、もう、あれかなって、もういい終わったなと思って、はい、あのゴミ箱をやろう、捨てようとすると、契約書を捨てようとするとピンポーンってなって、開けるとそこにウォルト・ディズニーが立ってる。で彼女はそこで少しウォルト・ディズニーと話すんですね、うんうん、何を話したかっていうのはそれは映画館行って見てください。そうですね。それで終わると、彼はあのウォルト・ディズニーに見立てた大きいミッキーマウスの、あのなんだこう人形に向かって話しかけるわけね、はい、うん、それでサインをするわけですよ。あいいなとこう、いや泣いちゃいけないね今ね。ね、そうやってね。そうそうそう、映画見てください。あれも良かったですよ。神様のカルテ2も。おお、そう、あのなんだ、あのあれ V6 じゃなくて、あれは何だったっけ、嵐だ。嵐。嵐の桜井くん。ね、二宮くんがそのね、役者いいって言うけど。
桜井くんもなかなかいいし、うん、宮崎あおいが出てくるとね、なんとなくこのなんだろう、あの力が抜けてくっていう、その悪い意味じゃなくて、こう癒されちゃうねって、こうあの宮崎あおいが出てきたあの奥さんの役すると、うん、いやいいねって思っちゃうね。なんでだろう、宮崎あおいが持ってるあの雰囲気、うん、いいねってこうハッと出て、あ、ちょっと違うなという、うん、なるほどね。と映画館で、ね、映画館行ってくださいよ。あのね、確かにね、今ねちょっとすると、今みんなテレビ会社が作っ、テレビの関係者が作ってるから、うん、1年もすれば必ず、水曜なんとかとか土曜なんとかのロードショー乗ってくるじゃないですか、うん、はいはいはい、でね、あのうっかりすればもうすぐ DVD ですよ、半年もすればね、はい、じゃなくてやっぱね映画館っていう、うん、あの独特な雰囲気ですよ。そうね、あのうちで見るとさ、あのビール飲みながら、あ、ちょっと一時停止して、うん、おトイレ行ってきてとか、ビール、うん、あ、なくなっちゃったからもう一回とかっていうね、うん、あれだけど、あの映画館ってほら、さあ映画見るぞっていう、その時間を決めて、うん、映画館、映画ってこう何時からでしょうかって調べて、うん、その時間に行くじゃない。そうですね。ね、で、じゃあ今日はよし、ホットドッグでも買って入るかとか、うん、ね、よし、お弁当行って入るかとかって、映画館に入ったら2時間とかそのぐらいの時間は、もう外に出てこないと、あの椅子に座ってるっていう、覚悟を決めてあそこに座るじゃん。はいはいはい、自分の場所を買って、うん、そうですね、そう、でも DVD やあのレンタルだと、うん、うちで見るとちょっと一時停止みたいな、あ、ちょっと巻き戻してとか、あ、そうですね、それがね、明日は明日続きとかって、うん、簡単にできるんですけどね、そうそう、その時間の使い方じゃないんだけど、さ、そうですよね、映画館行きましょう、みんなで1800円払って、そうですよ ね、映画館行きましょう、今ね、学生だともうちょっと安いんですね。あ、そうそうそう、で、女性が安い日はあるんですよね。水曜日でしたっけ、確か。そう、僕ね、あともうちょっとで60なんですよ。あ、安くなるじゃないですか。そう、60来るのをね、楽しみにしてるんです。映画館1000円で見れるんですよ。そうそう、だって半額ですよ。59と60で何違うかって言ったら、うん、1800円払うのと1本見るの1000円でしょ。年間10本見たら8000円、1万円違うわけですよ。そういうことです。消費税の、ね、8% なんてもんじゃない、3% なんてもんじゃないですよ、だって。ええ、だって半額になるんだもん。半額なんて美味しいですね。1800円が1000円になるわけですよ。そうね、だから夫婦で行けば、ね、行けば1000円でしょ。だけどなかなかそのお互いに、うん、あの趣味の合わないじゃないですか。はい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 、ね、僕はあのね、ダイハード見たいっていうし、うん、ね、うちの嫁さんは違うもん見たいって言えば、はい、なかなか2人で行ってっていうわけにいかないですよね、うん、趣味がな、ある映画をお互いに合わないと、うん、何でもいいわとはいかないわけですよね。お互い2時間あそこで時間を拘束しちゃうからね。そうですね、いろいろありますけど、そうですね、そういうこともありますからね。デートしてる時だったらなんとなくね、うん、いいけどね、ゆんちゃんこれからだから映画館行こうかっていう、でもその前に自分で映画館行ってなきゃダメだよね。そうですね、まずそこですよね、最近だからね、本当全くご無沙汰で映画館ダメですね、映画館行かないと。なんだっけなってぐらいですね、まあ、もっと昔映画をね好きになってバイトした頃からなんですよ。そう、映画もうちょっと見に行きましょうね、うん、この29日からあれが始まるでしょ、はい、最後バチスタ最後のケベなんとかかんとかの肖像とか、この間やったあの、中村徹と伊藤敦史だっけ、はい、あのコンビが、ね、最後のバチスタ、ね、うん、東方シネマズさんね、東方シネマズさん行きましょう。 それから、うん、何、今ちょっとね、何をやってるのかなってちょっと今ページを開きながらやってる。そういえばだけど昔上田って映画館いっぱいあったじゃないですか。映画館いっぱいありましたよ。全部でいくつあったんでしたっけ。だって今の電気館演劇でしょ、うん、それから日活、東宝、ニューパール、うん、それから東横、うん、6つあったんですよ。うわ、だから007の洋画はニューパールでしょ、はいはい、それから、東宝がゴジラとか、はい、ドラえもんとか東宝系ね、うんうん、それから日活、うん、日活は日活の映画館だ、ね、やって日活のロマンポルノとかこうやってたわけですよね、はい、石原裕次郎とか、うん、ね、
吉永小百合とか、はいはいね、泉雅子とか、うん、それから演劇っていうとその東映、はい、ヤクザですよ、ヤクザ広島戦争の、はいはいはい、ね、いや菅原文太、菅原文太さん、そうそうそう、あとデコトラ乗ってガーッて、そうそう、あとやる、それからのもう亡くなっちゃったけど成田美京さんなんていうこう役者、うん、渋い役者が出てきたり、うん、ね、川谷拓三必ず殺されちゃうっていうね出てきたりする、それから、電気館がまたそのねで東映のやつをやってたりっていう、それから東横ってその成人映画だけかけてるっていうね、うん、ありましたよ ね、だからこれ6つあったんですよね、そうですね、それが今、ね、残ってるのは電気館と演劇、うん、が残ってるけど、東宝シネマズが、うん、でも昔なんでみんなであれだけ映画見に行ったんだろうねって、そうね、それしかなかったって言いつつ、うん、映画じゃない楽しみもあったのに、うん、ゴジラ見るなんて言えば、1日並んで映画見たわけですよね、はい、そう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 、だから、なんだろう、 今で言うとこの必ずこの映画と映画の終わりに人の入れ替えなんてしなくたって、うん、しなければ300人ずつ入れていけば、ね、しないと最後見れないから結局こうなっちゃうわけですよね、うん、ゴジラなんてね、よく見に行きましたけどね、自分で見に行った記憶があるのがね、宇宙戦艦ヤマトと、ね、南極物語見に行ったんですよ、お南極高倉健でって、高倉健でって犬が死んじゃうんです ね、かわいそうですね、泣きましたね、太郎と次郎ですね、そうあれ見て泣いたっていう記憶があるんですけど、だからやっぱりその子供ながらにその行くじゃないですか、映画館行って、自宅ではでワイワイガイガイしながらテレビ見れるけど、あの場所に行ったら静かに見なきゃいけない、そうですね、映画見たり、うん、それからそうそう、あれもすごかったね、中学の時あのグループサウンズの映画、うん、タイガースの映画とかテンプターズの映画、はい、もう女の子ずらーっと並んでましたよ、もうと、あ、やっぱり ね、すごかったなと思って、だからそうやってね映画をねみんなで見ていただきたいと思いますし、まあ、またね向こうのその新しいスタジオに行ってから、まあ、ちょっと話はどうなるか分かんないですけど、東宝シネマさんと話して ね、話してきて映画の、ね、紹介などを紹介してもらいたいですよね、そうぜひのはもうで、まだ私ね実際できてからちょっと焦ってないんですけど、聞いたらかなりすごくいい設備で、いい設備です、だってこの間あの、神様のカルテ2、はい、その舞台挨拶をあの今ただ中継だったから、中継そのどっかでやってるの、それから結構監督さんが来てるじゃないですか、はいはい、この間行ったら何とかの監督さんが来て、はい、挨拶したんですよとかって、うん、だからその結構こう東宝シネマズの中でも、はい、結構力入れてるとこなんだよね、上田はね、なんかまあアニメ作品なんですけど、知り合いが好きな作品話してたら、聞いたら要するにと初回限定で配るグッズとかってあるじゃないですか、おうおうおう、それを東京都内で見に行くともらえないんですって、人山ほどいるから、けど新幹線乗って見に来て東宝シネマズで見るとちゃんとグッズもらえるみたいな、初回なんですか、初回と国際特典のもらえるとか、そういう話も聞いたことあるんですよ、っていうことは要するに狙い目っちゃ狙い目なんだ、狙い目なんだ、その後観光でね、お蕎麦でも食べて、そうそうそう、帰ってもらうとね、帰ってもらえれば、ね、いいと思いますね、まあ、本当に映画ね、いい文化ですよ、本当に、そう、映画ね、上田映画いっぱい撮れてたの、そうそう、撮れてるし、ね、またね、近々、あ、近々のなんね、侍学園の映画来てて、そうそう、ね、あれですよね、三浦、ね、桃江ちゃんの息子が、そう、こんばんは、ね、いらっしゃいませ、三浦何でしたっけ、なんだっけ、高台、うん、ね、来て、そんなに来てやるんだって言うからね、うん、そう、そんな話を聞きまして、そうそう、ぜひですね、あとエキストラ募集してるんですよね、エキストラね、募集してます、あ、日曜日もあるからぜひ行ってください、はい、エキストラいらっしゃい、うん、こんばんは、いらっしゃいませ、急に登場、風邪ぴきの、風邪ぴき、花粉症です、花粉症の大和君に来ていただきました、お疲れ様、お疲れ様です、このさもうちょっと
あれこうこうかこうもちょっとこうこうこうしないと、はい、そうすると風邪的な、はい、三人映ってますね。メガネ度高いじゃん今日。メガネ度、ね、ちなみにさっき来てた方もメガネ、そうメガネ度高くて高くて、で、ね、ということでお疲れ様でした。はい、どこ行ってるの？すぐあそこの旧福祉会館で切り詰まり通りのバイトしてました。この細かいこと聞いちゃいけないんだよね。そうですね。バイトってどんなことやるの？それぐらいはいいんだ。受付であの入場券の確認して、あれバーコードでピッピッってやればいいんでしょ。やったりとか、うん、あとまあ投票券渡したりとか、うん、にぎやかな。結構今日はだいぶ来ましたね。今日だいぶ来たんだ、すごいね。今日は1日で1400人。おすごい、すげえ。1日で1日で結構、じゃあ期日前投票来てる方多いんだ。そうですね。お今日まで5日間でトータルするともう5000人ぐらい来てる。あ、すごいですね。そこでじゃあ1日でそこだけでそのぐらいってことはもっと、あ、他のところでも切り詰まりをやってるんで。お、じゃあ結構あれ駅前のさパレオ の変な会議室で、はい、あれ切り詰まり豆腐やったらすごく来るだろうね、きっとね。あ、そこだったらだいぶ来ますよね、パレオだったら来るでしょうね。パレオの駅でやったらあのなんだ通勤、うん、はい、通勤に行く人7時頃から始めればね。そうですね、7時頃からやって、その帰りもこの8時頃までやってればね、結構来ますよね、はい、なぜやらないんだろうね。そうですね、あそこでやったら絶対やられるですよね、ここまで来るよりも。来るよりも、うん、今日もなんか結構途中なんかもう、あの駅までバスで来て、そこから坂登っていくのが辛い時が結構いたんで。駅でやればいいね、駅でやってほしいね、あそこ。だってあそこ市の建物でしょ。市の建物で会議室空いてるしね。うん、ね、あそこのその時間だ、その時だけね、誰も貸さなきゃいいんだもんね。そうですね、まあ、普段借りてないからね。大丈夫だろうけど。まあそうですよね。そうなん、いっぱい来てたんだ。よかったよかった。ね、さっきから見てます。東京行きました。東京率上げようと。行った？まだこっちないんですよ。あ、そっか。あ、まだ投票券ないの？はい。あ、住民票移してないんだ。向こうなんでまだ。うん、じゃあそれは向こうだね。そうですね。うん、それは罰だね。罰ですか。身体の学生って結構多いの、その住民票移してなくて選挙権ない子は。結構多いですね。結構多いんだ。じゃあそれだけ無駄、死に票を向こうの選挙にすればそれだけの死に票があるってことがあるってことだね。で、若者選挙行くようにしなきゃ。若者選挙結構割と見た時に、まあ、平成、自分が4年生まれなんですけど、ええ、あの4年前後の人だいぶいましたね。おー、平成生まれも行くようになったのね、やっぱりね。まあ、行かなきゃいけないと思う。もう今年あの成人式だったような人たちもだいぶ来てました。おー、若い子が立ってるっていう、それもあるかな。あー、あるんですか、うん、あるのかな。誰々に入れようとかね。あ、だけど今度は同級生立ってるっていうのが多くなるわけですよ。そうですね、そう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 、ね、同級生立ってれば同級生に入れなきゃいけないだろうっていう、ありますよね、きっと。うん、ある。俺たちの同級生に入れようなんていう時はなかったの。今頃同級生だって言われたら、うん、え、誰それくらいな話になる。そんなやついたって。そうなっちゃいます。これ誰だよって写真見てるとさ、同級生でかなりお前修正加えてんじゃねえのかっていうようなわけわかんない話になってっちゃうから。そうだね、20代30代で立てば、はい、あ、そうだね、同級生立っちゃじゃ入れねえわけにいけねえよなっていう人も多いかもしれないね、まあ、あのぜひどうでもいいけど選挙行ってもらいたいですね。はい、まあ、主観ですけど、お年寄りもやっぱ多いですけど、かなり若者もいましたね。いた、うん、じゃあどこまで今回ね、そのどこでも若い人たちの投票率って 30% くらいっていうんだよね。あ、それをどうかって、あの若い人の投票率もお年寄りと同じくらいに、あの 40、50 まで、ね、上げると、次に出てきた議員さんや首長はやっぱ若い人の意見も聞かなきゃいけないかなってなるよ ね、うん、それが若い人の20代30代投票率が 20% くらいって出てくれば、うん、やっぱ自分に入れてくれる人の意見聞くしかないよね。聞いてますね、うん、ですよね。これ4年に1回ずつ審判通らなきゃね、うん、ただの人よりもっとひどいことになっちゃうから ね、うん、いや、そうですよね。まあ、そうやってね、やっぱ注目浴びないとね、やっぱり今の話じゃないけど、同級生が出てるから行く、ね、それもきっかけになると思うんですよ。行ったことない人が同級生きっかけに検挙に行って、あ、こんな、ね、簡単じゃないですかね、はい、行って紙見せて通って本人確認じゃなくてして、で名前書いて入れるだけの話だから、
めんどくさいって言ってる方もいらっしゃると思いますけど、そうそう言ってください、うん、何にもくれないけどね、言ってもね、うん、そうですね、うん、まあ普通に何も考えて普通に言っても5分あれば足り、ねね、時間的には5分もいらないもん、混んでる時じゃなければそうだよね、はい、すぐすんなり終わるもんね。今回2つね、市長選と市議会議員選挙って2回あり、2つありますけど大差ないですね、空いてれば多分1分で終わります。だね、俺そう、ちょっと時間があったんでちょっと行ってきたんですけど、この間どのくらいだろう、俺も3分いなかったです、会場に入って渡して書いて入れて書いて入れて、はい、3分いなかったです。入場券の方を初めから書いてきてもらえればすぐに終わります。すぐ終わるもんね、あれ。それこそバーコードだよね、今の。もう入り口で通ってバーコード読んで、ってはい、投票券もらって書いて終わりですから、うん、じゃあ行きましょう、行きましょう、ね、みんな選挙行きましょう。そう、ね、変えるじゃなくて、とにかく参加しない、ね、参加することでいいんじゃない、そう、ね、参加しないことには何が始まる、参加しない人の意見は誰も聞かなくなっちゃうからね。そう、ね、じゃあ行ってください、行ってください、ね、最近なんか面白いことありました？最近面白いことあんましないですね。ないのか、あっさり言うなよ、あっさり言うね。あ、そうや、最近層が出たじゃん。ああ、そうね、よかったですね。あ、ここにないんだ。ないね。層になんか後ろ姿が使われてるっていう噂があるみたいなんですけど。え、誰の？僕の。おそう、後ろ姿はね、訴えなきゃいけないな。田中さんにちょっと言ったなきゃいけないんですよね、これは。うん、黙って使っちゃいけない後ろ姿。ちょうどこの投票の時に柳町のレベル茶の方が来て、ええ、層で映ってたよって言われて、えって知らない。でも後ろ姿見てわかるんだ。らしいですね、特徴あるんだね。まあそうですよね、俺は。そう、手元に今ない、新しいの、ないですね、ないです、持ってない、そうですね、まだもらったんですけど、まだ娘見てないんですけど、全部配っちゃいました。あ、そうですか。全部もう全て、蕎麦屋の上品さんと笹屋さんと丸子にある文房具店の若松さんと持ってったんで、もうそれでもう手元には一枚もないので、あとちょっと残ってるんで、明日の土曜日ちょっとお昼に街の中、今なんか街の中お願いって言うと、鈴木さんなんか選挙のお願いとかって言われそうなのかなんかどうしようかなと思ってんだけど、まあ別だから行こうかと、頑張ってね、配るかなと。もういろいろありますけど、そうね、映画見て、今の映画の話をして、映画の話をして、そう、最近なんか見たい。見た？何も見てないですよ。ああ、ダメだ。なんか文化度高低すぎ。ごめんなさい。そのわけわかんない、その、上田で見たい映画あるんだよね、最近なんだ。青天の霹靂ですか？青天の霹靂はまだ来てないから。まだ来てないから。ね、あれ、なんだっけ。断密が出てる未亡人地球防衛隊っていうのがですか、それあるらしいね。あれはなんかこの間知ってたら結構その表いいらしいと。あ、そうなんです。そうそう、諸星団の役した森地浩二が隊長役をやってたりしてたらしい。それはなんかね、すごいいいらしいと。上田のアリオンもやるんですか？いや、やらないんですよ。だからほら単館でやってるから、東京あたりは。東京で。そうだから、お金出して連れてくれる、なんだろう、電気館あたりでやろうかな。電気館ね。だって、映画だって買って、あんな大きいキャパといえばちょっと無理だけど、電気館だったら100人くらいのキャパじゃん。あ、ね、フィルム電気館の人に借りてきてって、いくらかかるって。あ、で、500円くらいだったらみんな見に来ないかな。あ、500円で行きます ね、どっちかなんですよね、あれ、借りて、映画って2種類あって、支払い方法が。フィルム借りてくるじゃないですか。借りてきた段階で、借りた分を払えば、あとどれだけ見ても変わらない。その分と、あとは要するに、朗読商工会のものって、来た段階でお金は、まあ、とりあえず最初の手付けみたいな形で払うんだけど、あとは入場した分の 7割を向こうに払わなきゃいけないっていう、2種類あるんで。だから普通僕たちが借りてくるんだったら1の方法だよね。お金払って借りてきて、ね、うん、だから僕たちが借りてくると映画のあれフィルム大変ですかとかってなっちゃうから、うん、映画館の人に借りてもらうと割と楽だから、うん、そうです。だから今度その断密の地球町伝映画会やろうよ。町伝映画会、そうじゃなくて、ほら、ああいう労働省でかかるような映画はみんな見れるから、うん、そうじゃなくて東京でやってるけど単館もの、ああ、ね、いいですね。ね、今言った断密の地球防衛隊、地球未亡人防衛隊とか、うん、そういう
そのなんだろう、東京行ってよくマニアックな映画館に行かないと見えないという映画館をフィルム借りてきて、マチスタ映画祭ってやる。すごい、いいですね。映画祭を1年かけてやるのよ。1年かけて。そうそう、そんなまあいっぺんに何連れてくるわけにいかないから。本当だ、月1ぐらいで。本当だ、何がこれだ。もうしお前本当だって俺人を言ってる話信じてなかった。いやいや、そうじゃなくて服装がでしょ、地球防衛隊でしょ、すげえ地球なんだ、地球防衛未亡人未亡人ね、ほらエロスの女王ダン・ミツが主演、地球防衛未亡人予告編公開ね、ほらこういう映画って必ずそのところでやらないじゃない。やらないですね。でだからその1日限りのそのフィルム1日借りてくればいいから、フィルム1日借りてきて1日限りの映画館。ああいいですね。そうですね、もしあれって言えば一応あのフィルム の付け替えとばらしはできますし、あと付け込み一応やったことない。それはまあ、 演劇の人にやってもらえば、ね、演劇じゃ電気管の人にあの200人も入れるキャパの入れる自信はないから、あそこのね電気管の方の1つ借りて、あの朝1回夜1回2回そうそう朝そう日曜日じゃなくて、逆に言えば夜やって昼、うん、夕方の7時頃から必ずやっといて、次の日もう一度見れなかった人のために土曜日の夜やって日曜日の早々昼やるっていう。あ、本当だ、今開催される県神奈川と新潟と兵庫だけでしょ。なんで新潟？わかんないですけど、だからその単館でそういう持ってくる人がいるわけよ、きっと。わかんないで、わかんないそうなんだ。だからそれやろう、町伝映画祭。町伝映画祭。あ、本当だ、ね、ここにしかやらない。そうそうそう、ユーティアだって、うん、そうだ、町伝映画祭ってやりましょう、ね、その日期日決めてじゃなくて毎日が映画祭っていう、うん、毎日が。そうですよね、そういうもんはあれです。東方シネマじゃなくてみんなでこう話し合って、あの映画見たいね、この映画見たいねってこう話して、うんうん、じゃあ今度ね、映画祭 のなんだ出展作品はこれですとかって言って、で皆さんが見て見に来てれば 毎月できるけど、うん、そのどっかで途切れたら終わりますっていう。そう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 ですよね、結局。そうだから、今回の入りが次のフィルム祭になる。ああそうですね、だから 見て例えば自分が見たい映画があったらそれを書いてもらってね、そうそうそう、書いた時に私はこれが見たいんです、そうそうそう、入れてもらってそれを流せるような形で、ね、やっていけば、それが映画祭、映画祭ね、映画祭、そうそう、ね、うん、そのいつもさ、なんか上田の映画祭ってほら、誰か選んだような映画をしかないっていう世界じゃなくて、自分たちで自分の意見が通る、そうそうそう、書いた紙を来た、それもあの来ない人が投票するんじゃなくて来た人が投票する、500円払って、うん、こう見た、今回見た人が次の映画をみんなでこう紙書いて、それの方がいいですよ。だからそうすれば紙書いた人は本当に必ず来る、必ず来る、必ず来るから、その一番多いのとそれからその2番目がですね、2番目くらいをここで話し合って決めて、そうそうそう、よし次は2番目だ、そうやっていけばいい。そう、必ずなんだろう、メジャーな映画館にはかからない作品。そうですね。マイナーだ。マイナーな単館で東京行かなきゃ見れないよ、ね。そういう映画いっぱいあるんですよね。そうなんだよ、いい映画がさ。いい映画あるんですよね。ね、だから、なんだっけ、サムガクの平方さん、うん、が出てた映画あるじゃないですか。なんだっけ、ラジオのなんだっけ、三陸の。だってあれなんとかかんとかで。あの誰かが偉い人が怒っちゃった人でしょ。そう怒っちゃった。いろいろあったけどね、うん。だからあれもだから本当にロードショーとは言ったけど本当にポンポンポンって、そうそう、ああいううちもあれその後先できなくなっちゃったでしょ。だからね、だからそういうこともあるんだけど、うん、だからそういうあの一斉ロードショーでかからないような映画でもいい映画っていっぱいあるんだよね。これが見たいって今のそうだ、未亡人。うん。これ必ず来るよ。ダンミツの映画ってさ。ね、なかなか見えないもん。まあ見えないですよ、ね、うん。じゃあとりあえず、はい、ちょっと町伝映画祭ね。町伝映画祭。映画祭。もう1年通してね、出展作品を決めるのはあなたですって。
ていく。あ、いいね。アイデアは出てくるけど実際やるかどうかだね。いいですね。まあそうしたら大学生だってみんな来るもん。だいぶ来ますよね。ね、まあ、大学生なんて、ね、もう一つ見たいのは、うん、あの佐々木心出って新年って書いてる女の子が出て、はい、フィギュアな私っていうのがビデオでは出てるらしいんだけど映画で見てみたいなと、うん、なんかそれもいいらしいと。どんどん俺もマニアックな方に入って、だけど映画ってある種そうやってマニアックなとこ行きません？やっぱりそれもさ、わけがこうね、うん、その女性が選ぶ、あ、そう、今度の映画とかって、うん、で、マチスタのホームページをみんなで投稿してもらって決めればいい、うん、あ、そうですね、東京まで行ってね、行ってみたいけど、うん、見たくないとかさ、監督も呼べよとか、あ、ね、そうですよね。それの方が楽しいし、うん、面白いところね。要するにだから見たいっていうか、情報は知ってるけどどこでまずかかるかって言ってもかからないとか、そういう映画がいっぱいあるんですよね。それからほら脚本家、あ、脚本家を呼んできて、うん、本書いた人を呼んできて、あの映画見た後あ少し話してもらう、うん、でも普通映画化っていうと監督と、ね、あの主演した人ぐらいじゃん、うん、じゃなくて本書いた人を呼んでくれる、原作の方、そうそう、原作じゃなくて脚本、そうそうそう、ここは、ね、原作ではこうなってるけど私はあえてこういう表現方法を取りました、でここ良かったでしょとかっていうね、うん、その見る前に言われちゃうと、それ見た後ですよね。そうそう、見た後に、フィギュアの、フィギュアの私あったでしょ。あなたですよ。あ、フィギュアのあなた。あったあった。角川映画。角川映画って、ね。そう。角川映画。あるんですよ。YouTube でね、なんと予告編もあるんで、ちょっとね、音もあれなんで、ちょっとあれですけど、ありますね。こういうね、今どこでかかってるの？これ、青森でかかってる。だけ青森でかかってる、うん、だから単館単館なんですよ。だからビデオでみんな見ちゃうから、そのなんだ、あのもう発売中ですしね。そうだから、あのなんだ、映画の迫力を忘れちゃうんだよ。あ、これ単館ものはほら、あのビデオも一緒にもう出てくるから、大体あのほら撮らなきゃいけないから、お金に変えていかなきゃいけない、制作費は取らなきゃいけない、ほぼ映画と一緒にビデオが出てくるっていう、そうそう。見れない地域の人はもうビデオで、ね、そう。しかも R18 プラス指定だし。そう。だからこれもみんなで見て、監督か脚本家、うん、ね、さんと話ね、そうそう、語ったりとかすると。そうそう。まあこの石井隆さんはまあ結構ないからね。うん、こんな人は。けどだけど本当ね、こういう作品があるんだけど。そう。例えば昔の怪獣映画を見るから。あ、今 CG じゃん、みんな。そうですよ、あれつまんないですよ。そのなんだ、あった時に線が切れてピチピチってやったり、あのなんだ、地球防衛隊、自衛隊が出てきて、ジャチャチャン、ジャチャチャン、ジャチャチャンって言って、こうビームのがグワーッと上がって、ビビビビビビって、あとで線は絵で描いてるよなっていうのは、分かるようなその怪獣映画をさ、こう見せたいなと。なかなかね、見れる機会ないですからね。うん、怪獣映画1本、かなり安く、今はもうフィルムじゃなくて多分 DVD で貸してくれると思うから、そう、ね、それを映画館 の大きい、あれを借りて、そう、映画館で購入して、ね、やりたい、見ると、ね、あのほら、去年お待ちに行こうって昔の映画やったけど、はいはい、ありました、ありました、はい、そこまで行かなくても僕たちは見たいんだとかね、うん、そのだからほら、ゴジラが一番最初に出てきたゴジラってもう原発反対とか、あの時は原子爆弾反対だね、水爆反対だから、それがその根っこにあるわけですよ。そうだからそれを見てもう一度あれが出てきたのは昭和29年の第五クルーマン の事件をきっかけにこう出てくるわけだから、映画ね。そうなんです。そうで今度7月にはね、アメリカ版のそう、新しいのね出てくるから、それと合わせてそのなんだ、
初代デトロイトオキシデントっていう薬だね、薬を作って、うん、海の中から酸素をみんな出してゴジラ殺すっていう、そういう、ね、博士が出てきたりしてそれを見ようという、そういう映画をもう一回見て、あ、原水爆禁止だよねってやっぱり言ってね、怖いよねっていうとこ行かないとですよね。原爆当時ね、あの当時水爆の話ですもんね。そう、水爆の話、僕も生まれた年の、あ、そうなんです、1954年、うん、ゴジラ、ゴジラ、ゴジラだ、これゴジラガーッと何を言ってんだか、尻尾振りだから、ジャ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 ギャーって。ゴジラの台本 CG になってからもやつ見たことないよ、ね、そう、そのうちなんかゴジラの方向、メカゴジラ対ゴジラとか、メカゴジラ、うん、でまだモスラ対ゴジラの頃は、あ、モスラもすごかったですよ、モスラ、モスラ、このこのこんな大きなウニョ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 動きながらさ、海を渡ってさ、モスラーやーモスラーとこうやりながらこうとんとこ来て、それがあの東京タワーに作っちゃうわけですよ。ああ、そうですね。そうそう、それでガンなるわけだよね、あそこでね、あの発想がすごいですよね。そうそう、それであのほら、それを本物だと僕たちは思ってたわけ。東京タワーがなんと壊されても、こうテレビ見ると東京タワーおー、すごい、また作り直しちゃったやつらって、こうすごいなという、ね、すごいですよ、やっぱり。あと、あのガメラ、ガメラ、ガメラは最近ね、まだあの、うん、有名だけど、でも最近その後もガメラが出てこないから、ね、そう、もう新しいの見たことないんですよ、ね、古いのしかしない、ああいう映画をもう一度そのやりたいなと。100円か200円でも十分ね、そうですよね、ワンコイン、ワンコインね、ワンコイン、マチスタワンコイン映画祭とか、ワンコインね、でビール売ってさ、うん、ビール売って、ビール売ってさ、マービールのサーバー借りてきて、うん、売ってね、マービール飲みながら映画見ようとみたいな、ね、みんなでね、そうそう、それが一番楽しいですもんね。そう、マチスタ、マチスタ映画祭、うん、ちょっと8時半過ぎたら僕は帰ります、はい、アリオは閉まっちゃう前にちょっとアリオに行きたいので、はい、わかります。アリオって何時に閉まるの？9時に閉まっちゃうんです、ほとんどの店が。おー、で今日本を買いたくて、今日8度作りポイント倍なんですよ。なんで8度？8日度？8日度だった。おー、そうなんだ。じゃあ8日、18日、28日はポイントが2倍なの。ポイントってあの何？あの7個のポイント。あ、7個のポイントのみんな、本屋のポイントでも、あ、みんないんだ、あそこ、はい、じゃあ7個で払えばいいんだ。はい、じゃあ7個に あらかじめお金入れとかないと。そうです、ね、今度 8% になるとあの小銭、うん、もっとあるから、ね、なお電子マネーでポイント貯めていかなきゃいけないね。そうですね。僕もじゃあ今度7回のこと、うん、あとあれですよ、あのアリオさん の, その、缶とかペットボトル、それも入れると10円です、うん、ポイントになるんですよ。おお、じゃあ7個のポイント、7ポイント、7個、じゃあ7個カード今度作りましょう、はい、じゃあお先失礼します。はい、お疲れ様でした。今日はそういうことで8日、8日、18日、28日、7個のポイントがたくさん作る、まあ、あと30分ほどで見て閉めちゃいますけど、ね、あ、25分だね、ね、ね、間に合うかね、間に合うかな、ここから自転車だそうですか、じゃあ今度町伝映画祭、町伝映画祭、今年のね、今年のね、目標ということで、まあ、いろいろとこれからもう、まあ、スタジオ変わったりとか、ね、そうそうそう、そういうこともいろいろやりながら、ちょっといろんな企画を、ね、増やしていきたいと思ってますので、そうそうそう、ぜひよろしくお願いしますということで、本日はこれにて終わりになりますね。じゃあ音楽何か、音楽とりあえずさっきかけた、はい、さっきかけたので、それで今回は終わりになります、ということで、はい、今週は終わりになります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ選挙に行ってください。よろしくお願いします。